天皇陛下がお生まれになったのは明治34年、つまり1901年。20世紀が始まった年にあたる。御父は大正天皇で、陛下はその第一皇子。ご用命を道の宮と申し上げた。御母は帝名皇后、代々皇后のお家柄である九条家のご出身であった。明治天皇は初孫のご誕生を大変お喜びになった。しかし宮中のしきたりによって、生後わずか70日で里子に出されることになった。白羽の矢が立ったのは海軍大将河村住吉伯爵であった。大正天皇は、そんなに難しく考えなくてもよい、お前の孫と思って育てるようにと思いやりを示された。河村邸は東京麻布の間宮穴にあったが、大将はこれを機会に好きだった狩猟をきっぱりとやめた。この写真は御年1歳の頃。フランス製の洋服を着せられ、明治天皇からいただいた木馬にまたがる道の宮様、3歳の頃である。これはその頃道の宮様の描いた船の絵。どのマストにも日の丸がはためいていて微笑ましい。河村大将は高尊殿下御養育の重大さを痛感し、第一に心身のご健康、次に物に動じないで人を尊び、さらに己に打ち勝つ心を養うなど、大人でさえ容易に守れない数々の心情を幼い道の宮様に厳しくしつけた。翌明治35年には秩父の宮様がお生まれになった。ご用命を厚の宮と申し上げる。向かって左が道の宮様、右が厚の宮様。眉が太くやや浅黒いお顔の道の宮様に、色白でよく太られた厚の宮様も加わり、ご養育は3年に及んだ。大正天皇に手を引かれた道の宮様、遊びといえばよく鬼ごっこをせがまれたという。ところで、道の宮様がお生まれになった明治34年、八幡製鉄所が操業を始めた。当時の日本は国際的地位を少しでも高めるため重工業を起こし、富国強兵への道をひたすら歩んでいた。海の向こうの中国ではその頃北進事変が起こった。義和団の乱ともいう。イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、アメリカなど世界の大国の露骨な侵略を憎む宗教結社義和団が内乱を起こしたが、各国は出兵してこれを鎮圧した。この時日本はその主力となって戦い、大国の仲間入りをした。道の宮様が2歳の時、つまり明治37年2月、日露戦争が起こった。何しろ相手は世界最大の陸軍国ロシアだけに、楽観は許されなかった。東洋のモルトケと言われた名参謀長児玉源太郎ですら、四分六分で戦えば上々と語った。
果たして苦しい戦いが始まった。特に乃木丸助大将旗下第三軍の苦戦ぶりは目を覆うばかり。日本本土から運んだ28山地方が歩兵の消耗をようやく救った。翌明治38年元旦、要塞司令官ステッセル中将はついに降伏を申し入れた。8月21日の第一次総攻撃以来4ヶ月に及ぶ凄惨を極めた戦闘はここに終わり、小筒の音は絶えた。果敢に攻めた日本軍、よく守ったロシア軍、明治天皇は敗戦の将ステッセルに対し特に体験をお許しになった。5月27日午前4時45分、敵艦ミール、遥か五島沖にバルチック艦隊38隻が黒煙を吐きつつ姿を現した。我が連合艦隊は直ちに出動、Z 機のもと報告の後輩をかけて力戦奮闘した。ロシア艦隊の主力19隻を誇る一方的な勝利に日本中が沸き返った。東洋の一小国日本が世界の大国ロシアに勝った勝ったと喜び合い、また世界中が日本の勝利に目を見張った。華々しく凱旋する将軍や提督たち、まさに一生こうなって万骨は枯れた。大将の乃木丸助は我何の干ばせあって不老にまみえんと歌に詠んだ。こちらは日本海海戦の英雄東郷平八郎、来客引きも切らず豪雪にいとまがない。しかし勝利に目のくらんだ国民は日露講和の結果を聞くと一挙に不満を爆発、内務大臣邸や新聞社、警察を襲った。国民は今やこの戦争がイギリスとアメリカから借金して始めた上、講和まで斡旋してもらったことを忘れていた。こうした中で成長された道の宮様はやがて明治41年4月学習院初等科に進まれることになった。この時明治天皇は特に乃木大将を学習院長に任ぜられた。乃木大将はかねてから軍人直輸を鑑としながら戦場でおびただしい部下を死なせ、忠誠の誠を尽くせない苦しみに苛まれていた。二人の息子が南山と203高地で相次いで戦死したことが大将にとってせめてもの救いであった。明治天皇は全てをご存知だった。そして乃木は二人の息子を戦場で亡くしたのだから代わりにたくさん子供を与えようとおっしゃった。大将がどれほど感激したことか。乃木大将は全身全霊を投げ打って道の宮様をはじめ家族の子弟の教育にあたることを誓い、独特のスパルタ教育で鍛えた。大将の訓示に曰く、靴と洋服は大きく作れ、格好など構うな。夏は神奈川県江ノ島で水泳訓練、大将曰く、暑い時には寒いと思い、寒い時には暑いと思え。道の宮様についてはよろしからぬ行状には遠慮あるまじきこと。
油断するとたちまち雷が落ちた。殿下、死に対する礼は真心込めてするものですぞ。しかしそのような大将を道の宮様は院長閣下と呼んで尊敬された。相撲などでズボンや靴下に穴が開くと、院長閣下は次の当たったのはちっとも恥じゃないとおっしゃったと、次当てのまま通学された。